アライドエアはナイジェリアのラゴスを拠点に運航する貨物航空会社。ナイジェリアからアフリカ全域へ定期便とチャーター便を運航している。ハブ空港はラゴスにあるムルタラモハンマド国際空港。ボーイング707から 300C ボーイング727から200回アライドエアは1998年に設立されたナイジェリアの貨物航空会社である。 ナイジェリア政府は安全性を向上させるため2007年4月30日に運行を停止させた。その後安全性がナイジェリア民間航空局の基準を満たし再び運行を開始した。主な目的地はアクラ、フリータウン、モンドビア、エンテベ、マラボなどである。またリエージュ空港行きの定期便も運行している。アライドエアの保有機材は 以下の通り他にも、ボーイング727から200回を複数運行していたが、2012年6月2日に発生した事故により損失した。2012年6月2日、ムルタラムハンマド国際空港発、コトカ国際空港域アライドエア111便が、コトカで着陸に失敗し、滑走路をオーバーアランした。 乗員は全員無事だったが地上の12人が死亡した。この事故はアライド屋が起こした唯一の事故である。ありがとうございます。